これは結構順調。まだ2時にもなってない。順調な気がする。やっぱスキルを使ってった方が良さそうですね。うまく近道できた。もう少しよ。第11章、6番目のタリスマ。もうすぐ解放のやつらはこの世にお別れのキスを。おお、これはね、補習なしかもしれないね。あっという間に終わりましたね。てか、なんかたまにバグってこう、光隊長が立ち止まったり、なんか 死体が見つからなかったりっていうね、そういうことも起きますからね。ああ、見られるかな。どうしよっかな。どういうふうに進んでいくのがいいかな。まあ、考えてもしょうがないか。どうせ死んでもすぐそこからやり直しだし。なんかインスタントキルっていうのがすごい気になるんだよな。考えるより感じろだね。いけたな。で、多分そこの人はどうしよっかな。スナイパーがあそこにいるんだよね。普通に倒しちゃった方がいいかな。なんかあそこ死体が隠せなさそうだけど。ああ、おとりもね、確かにあるね。よし。オッケー。そうだ、おとりとかいたな。もう一人いる。ああ、そこにもいる。マークができない。で、行くのはあっちか。すごいとこに乗ったな、私。よいしょ。あそこ？どうやって行くんだ？あ、死体見つけられたな、多分。区内で、これでいけるんじゃないか？あ、なんかある。バリン。次のエリアに進め。オッケー。これは消しとこっか。よし。次のエリアはどうやって行こうかな。あ、やばいな。よし。
ちゃ探してんな。水はそうだね、落ちると死んでしまうからな。わお、死んじゃった。どっから？これは、あ、最初からか。とりあえず、よし。で、これ壊して、見られてんだよな、ここ。また誰か来るじゃん。ここ絶対見られるな。やばいよ、やばいよ。来てるよ。よしよし。さよなら。で、安全のためにそこの人も倒しとこうかな。よいしょ。よし、あとは戻るだけだ。こっちから戻れないかな。一瞬乗れる。危ない危ない。ナイスー、ナイスー。で、あとはそこの人がどっか行ったらスッとして、スッとして、よし、来た。これでエリア44に行けるんじゃないか。はっ、敵がいるぞ。敵いるんかい、敵いるんかい。どっち来るんだ。あ、そこで止まる感じか。よいしょ。 OK。 で、あの人どうしようかな。やりおるな。多分他に敵いなさそうだから、で呼んで、さらばじゃ。あ、野原さん、こんばんは。いいんじゃない。いけるな、これは。これはいけるな。これはいけるなとか言うとまた。あ、次のエリアに進め。やった、あれがある。スキル回復。そしてオートセーブが入った。安心。あー、いるな、いっぱいいるな。のエリアに進め。今オートセーブ入ったから、よいしょ、
あー、飲むで飲むで。飲むで、ちょっと危険だな、ここ。いや、もうみんなね、眠くなったらそっと寝落ち。寝落ちした人はいい子だから私の配信、夜更かし配信は寝落ちした人はいい子だからね。先生の前で寝たら怒られ、まあ怒るかもしれないけど、いい子だよいや怒んないけど、怒んないけどあ、こっちから行けそうだな。すっと。すっと。69メートルだから、どこに行けばいいのかがいまいちわかりづらいんだよね。この行く場所さえ分かればなんとか。これ上乗れないかな。あ、乗れた。よいしょ。死体が落ち、あ消せた、ギリ消せたギリギリ消せる判定だったな、今。いい子だか、そう。寝落ちはいい子だよ。よいしょ。にゃんげー、よっさん、にゃんげー。あ、落ちる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 。何か物音が。こっち来るのかな？いやー、今日もね、多分朝方まで行きそうだからね。みんな限界を感じたら寝るんだあれ、物音気づいた人来ないな。あれか、下のスナイパーが反応したのかな。で、あそこに行くには、モンゲー、コマさんもいる。あー、うーん、急がば回れってやつかな。そしたら錯覚を、よし、あ、こういうことできるんだね、便利だな。ちょ、あれがないわ、シャドウエッセンスがなくて。危な危な危な、なんとか切り抜けたぞ。よーし、オートセーブ入った。いいね、錯覚いいねああいう時便利だね。地面の上ならどこでも出せる感じか。次のエリアに。寝床で寝っ転がりながらスマホとか iPad とかでね見たらちょうどよく寝落ちできるかもしれない。ちなみに録画してるんで、もし続きが見たい人はね、いつしか録画で公開されるちょっと最近ね、ちょっと公開する動画が溜まってきちゃってね、なかなかすぐ上げられないかったりするんだけど、
遠いなあ、あそこ。あ、そっか、思念キルをセッティングしてこの錯覚を出してみんなが集まったところをバーンとかもできるわけだね。それはいいな。やっぱね、音を出して呼ぶと結構危険があったりするからね。いい感じ。影が全然、あ、あるあるある、ここに影がある。あの人上から回ってくる感じかな。あー、これいけるかな。よいしょ。で、そこ消そう。オッケー、橋を下ろせ。また無茶なことをまた無茶なことを。コマさんになって、あ、コマさんか、コマさんね。コマさんってあの門芸の方のコマさんかと思った。よっ、今やで。よいしょ。よし。す。わあ、外が騒がしいな。外が騒がしいな。怖え、ここ見つかりそう、ここ見つかりそう、めっちゃ怖い。光を当てれば見つかるぞ。やめて、そんな情報。あー、探してるな。クソ、見失った。よし、みんなどっか行ってくれ。かなり今無理やり進んだよね、私。この上か。いやー、やばい。家の中に入ったはいいものの、これ外出るの大変だな。この上、この上だけど、あー、来てる。この人何？入ってくるな。超連打超連打もうなんか行き詰まったら超連打するしかないね。あー、そこにいるんだよね。やばいな。いや、意外と大丈夫かな。あ、いる。あ、ダメだーやつー橋を下ろせ。こっからか。どこですか？あー、あー、ダメかな。
どうやって行こうかな、あそこ。あ、やばい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 。わお、ガッツポーズ。あ、今のうちに行けないかな。いや、こっち行く方じゃないな。いい狙撃だな。めっちゃ人いる。あー、でも、あ、ダメか。あー、いましたか、そこに。そこにいましたか。いけるかな、いけるかな。よし、あー、いいや、落としとこう。で、ちょっと影を回復して、落ちちゃった。落ちちゃったけど、まあいいか。あ、あ、いいや、ギリギリ死体を隠せただろう。で、はっ、よし、よし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 。これで OK ですね。いやー、時間かかったな。結局皆殺しにしてしまった。やったー、いないよね。これで敵出てきたら泣けるんだけど。よーし、あー、スキル回復。ここでスキルを回復して、よし、行こう。さあ、こっからが本番か。あの塔が見え、最後の札はあのてっぺんにある。あのてっぺんにあんの。いよいよあと一つ。信じられる、信じられないわ。あ、でも意外とまだね、2時なんだね。もう3時かと思ったよ、私。体感的に。とりあえず、見られてるな。寺院に侵入せよ。寺院に行かないといけないんだね。綺麗な月じゃ。天中の。こっちからは？こっちから行った方がいいとかあるかな。よいしょ。あー、いますね、敵がたくさん。え、びっくりした、トゲか。いるな。ステルスキル。いますね、いっぱい。
でもあの人動かないっぽいな。こっち来るか？来ないな。よいしょ。オッケー。飛んで。進めた。そこもいるな、いっぱい。どうしようかな、呼び出して。夜桜もまたいいよね。確かに。一気にあの3人やっちゃいたいっす。やっちゃいたいですね、あの3人。いけないかな。ああ、そこに壊すべき何かが。ここにとりあえず作って、で、ああ、ダメか。3人気づくかなって思ったけど、そこまでうまくいかなかったな。さよなら。まあ2人行けただけでもまだいいか。で、こっちの端から行けないかな。よいしょ。あ、行けそう。ああ、でもあれ壊さないといけないのか。となると、一回、ここにあの人を呼んで。よいしょ。OK。で、消して、あそこ行けばいいか。あ、もう敵いないよね、ここら辺。オッケー。そこにいる。そこにいて。奥にもいて。だけかな？まあなんかその2人だけだったら余裕ですね。あ、回ってくる感じか。ちょうどそこの角でやりたいな。どうせやるなら。さらばじゃ。で、あの人は光をお召しになっているので、ちょっとこっちの方に飛んで。これ使ってシャドウキル。おー。粉砕した。あ、これでスキルポイントが1個回復したから、思念キルの使用回数回復したな。
あー、で、この中か。おう タリスマを見つけろ。あー、また敵がいっぱいいますね。絶対スナイパーこっち向くでしょう。いや、いけそうだな。よし。おやすみ。いい感じですね、これ。スナイパーはずっとそこを見ているのか。これ上いけないかな。いけた。あ、やべえ、敵がいる。来るな、あの人。よいしょ。あ、意外となんかこの中はすんなりいけそうだねって思ってると、なんかありそう。あ、います。いますわ、普通に。よいしょ。いるけど、なんか優しい感じだな。さらに上。あ、いる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 、あそこに。から、そこかな、上登んの。いや、登れない。乗れた。あ、いるいるいる。ここなんか基本的に影だから、こんばんは。意外と簡単に行けますね。今起きた。おはよう。今起きた。おはよう。いないな、こん中。あ、いないなと思ったらいたわ、敵。どうしよっかな。あ、こっち来るの？あ、レオレオさん、おはよう。よし。で、消して。よいしょ。さらば。なんか私の一方的な暗殺が。おはばみ。あー、で、上に行く感じか。敵はどこじゃ？あれ？敵いないかな？あ、ついに。
あ、ヤミコが豹変したぞ。ダークダガーのパートナーだったんだろう。そして光の使い手、前に見たことがある。私の両親を殺したのよ。彼らも戦争に。この記憶のはずよ。いや、これは最後の戦争じゃない。何年も前に起きたこと。ダークダガーから任務が与えられた。くしくもそれはこの男たちの町だった。両親の復讐を果たす絶好の機会だった。私とオロチ・リュッタは攻撃を仕掛けた。でも相手には分かっていたの。ああ、我々が復讐を果たそう。我々？あら、その必要はないわ。みんな死んだの。え、マジかよ。私が始末したのよ。残らずね、町全体を廃墟にしてやったわ。オロチとリュータが殺された怒りで凄まじい力が覚醒した。理性を失ったわ。ということは、つまりヤミコがブチギレて町を全て破壊したみたいな、そんな感じですか。でもいいの、奴らは死んで当然よ。犠牲者は私の家族や友達だけではないでしょう。奴らは何年も大陸全土で人々の命を奪っていた。ヤミコ明るい軽いな。でもあの夜を境に私は世界に私の力を知らしめることを誓ったの。光の組織の攻撃から全てを守るという誓いよ。ようやく平和が訪れようとしていた。これでもさ、味方によってはヤミコが悪いやつでね、光の一族がいい人っていう見方もできるかもしれないね、これててそしていきなり解放が現れた。光は新たな抑圧の時代を導こうとしてほぼ実現するところだった。ててあらがみ、あと一歩であなたは救世主になれるのよ。その一歩を踏み出そう。俺はヤミコについていくぜ。こいつ何も考えてないわね。解放の将軍はいつ現れてもおかしくない。気をつけて。もう何百万回も言ってるけれど、くれぐれも気をつけて。心配ない、うまくやってみせる。いいのかこれで。もうどっちなんだろうねこれね。救世主、あ、C あと一歩でね、消滅だ。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分を。